駅前風景赤井川駅は、北海道茅部郡森町朝赤井川にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、H66。電報略号は赤。1976年の赤井川駅と、周囲約750メートル範囲。右が、函館方面。駅裏側端式ホームは対比用としているため短い。駅裏側の島ホームの駅舎側に、 かつては一線敷かれていた。この線は1948年の時点では撤去されていない。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地名より、アイヌ語のフレペの意訳に由来する。この付近を流れる川水が常に濁っているため、あるいは鉱物を含む赤い川となっていたという意図される。同じ北海道にある 赤井川村とは関係がない。短式ホーム2面2線を有する地上駅。列車交換可能な交換駅となっている。短式1面1線を並べたホーム、線路、ホーム、線路の順の配線となっている。互いのホームはホーム中央部分同士を結んだ遮断機を備えた校内踏切で連絡している。その他安全側線を上下各1線有する。列車は 基本的に、駅舎側の一番乗り場から発着するが、列車の退避などに利用する場合は2番乗り場から発着する。大沼駅管理の無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は改築され、民家風のサイディング張りの駅舎を有する。駅舎は、校内の南西側に位置し、ホーム中央部分に接している。また、別棟にトイレを有する。ありがとうございます。